皆さんこんにちは。こちらはソニー DAF-333ESX です。発売は昭和61年、当時の値段は79,800円でした。ナナキュッパ戦争が始まった頃の商品です。この価格ではありえない物量が投入されています。多くのメーカーが威信をかけて商品を作っていました。なかなか立派な外観です。つまみはすべてアルミの削り出しで重厚感があります。今回はこのアンプの中身を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。申し分のないスペックです。消費電力が少し多いのは音質を重視した結果でしょう。これと類似のモデルに次があります。今回のモデルは86年に登場しています。333シリーズは89年以降も続きますが、フロントパネルのデザインが変わります。同じデザインの最終モデルは ESR です。このアンプは中古でしたので状態を確認します。ボリュームにガリがあります。スイッチを押すとガサガサ音がしますね。音が歪んでいます。リレーの接点が劣化しているようです。このままでは音の検証ができませんので、オーバーホールしていきます。本体を分解していきます。カバーに制振剤が貼ってあります。ブロックコンデンサをスポンジで押さえています。こちらにも制振剤があります。サーモカメラで温度の高い部品を確認して、ハンダ割れをチェックしていきます。怪しい部分のハンダを打ち直します。パワー素子の周りに問題は見当たりません。このアンプは熱でプリント板が変色しているところがありませんでした。堅実な設計のようです。
マスターボリュームのつまみは金属の塊です。かなりの重量があります。これはマスターボリュームとバランスつまみです。部品を外していきます。いい部品が使われています。バランスつまみの方は裏側がかしめてあります。こちらはトーンコントロールのつまみです。バスの方が2連になっています。プッシュボタンを外していきます。すべてのスイッチを分解していきます。少し錆びています。押すとゴソゴソ音がしたのはこれが原因です。ペーパーで錆を落としていきます。仕上げに専用グリスを塗ります。スプリングが組み立ての邪魔になりますので固定します。
ボリュームのかし目を削り取ります。カーボン抵抗体を研磨してこびりついた汚れを落とします。シャフトに下穴を開けています。削り取ったかし目の代わりにビスで固定します。2連のボリュームを分解していきます。同じようにメンテナンスします。センターポンチを打ちます。少しずれてしまいましたので修正しながら穴を開けます。
これはステレオモノラルの切り替えスイッチです。中身はどうなっているのでしょう。密閉されているので綺麗です。軽くメンテナンスして組み立てていきます。次はいよいよマスターボリュームを分解していきます。どうぞお楽しみに。